こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、みんな悩むね、産後の抜け毛についてお話ししたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。はい、いただいた質問ね、読みたいと思います。久子さん、はい、何でしょうか今産後の抜け毛で悩んでるんですけど、何かアドバイスをいただけないですか。もともと毛量は多い方ではなく、普段からたくさん抜けてたんですけど、産後の抜け毛は凄まじいです。もうこれといってケアもしてないのですが、何かした方がいいこととかありますか。このままだとハゲてしまいますこれよ、私も質問受けるんですよ。みんなね、もうハゲます、ほんまにハゲます、マジでハゲます、久子さんマジでハゲるって、ハゲ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 言うなよみたいな、そういうのでみんなね、ぶつけてきてくれるんですけどね。はい、産後抜けますよね。ちなみに妊娠中はですね、抜け毛ってあんまりないんですよね。抜け毛の周期が来ないんですね、このホルモンの関係でね。どんどんどっちかっていうとこう生えてくる方向をやったりとかして、毛深くなったりしますね。お腹も守ろうって、人間の体やっぱ赤ちゃんを守ろうとするからだから、腹毛が生えたりとかね、いうことでね、よく妊婦検診の時にその腹毛が恥ずかしいからっつって、わざわざお腹きれいにね反ってね、来てね、ほんでね、ちょっとね、うまいことそれへんくてね、血出てて、これどうしたんって言ったら、腹毛が恥ずかしくて反ってきたんですけど、そんなん死んでいいのにみたいな人によく出会いますね。で、人間の体ってね、こう成虫って言ってね、この体の中心、ここに向かって毛ってこう生えてるんですね。で、これなんでかっていうとね、胎児期にお腹の中で人間って作られる時に左右からできてきて、最後にこの成虫でくっつくんですよ、人間って。だから最後のこの成虫線、最後にくっついた部分っていうのは色素沈着を起こしやすく、そこに向かって毛もこうやって生えてるのね。背中の毛とかよくね、旦那さんの毛とかこれ見てみ、おもろいよ、中心に向かってきれいにこうやって生えてますよ、うん。で、妊娠中にこのおへそからこう陰毛にかけてずっとこう黒い線がシューってこう、なんか手術の後ぐらいのね、黒い線がビューってこう出ちゃう人とかいるんだけど、あれも胎児期に最後に成虫で体が最後くっついたよっていうので、そこは色素沈着を起こしやすいで、妊娠中色素沈着を起こしやすいということで、そこにこう黒い線が出たりね、でそこになんか毛がわさわさになったりとかっていうようなことが起きてくる、妊娠中はね。妊娠中だからあんまり髪の毛もそんなに抜けなかったりするんですけど、これ産後ですよね、問題はね。まあ、最初3ヶ月間ぐらいは大丈夫なんだけど、赤ちゃんが3ヶ月を迎えた頃から、あれ？部屋にハラ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 この長い髪の毛が落ちてるわけですよ。で、なんかこの辺になんか髪の毛ついてるみたいな、なんかシュッてなんか触れて、と思ってこうやってやったらパラパラパラって落ちたりとか、って思ったりとか、お風呂入って手ぐしシュッて通したらわさーっていったりとか、排水口見たら真っ黒でヒヤーってなったりとか、もうほんま半端ないぐらいママの髪の毛が抜ける。でもこの辺はあんまり大丈夫で、だいたいここなんですよね、このここ前頭部、ここのところがめっちゃ抜けるんですよね。で、これは胎盤がお産して胎盤がなくなって、女性ホルモン優位の時はあんまり抜けないんだけど、それがなくなって授乳ホルモン、おっぱいホルモン優位になった時に、産後3ヶ月超えたぐらいから、そこからガガガッといきなりこう抜けなかった周期のところが一気に抜け毛の周期がやってくるって、ね、まとめてくるんですよね。もうほんとごっそりいくのでね、すごい悲しかったりするんですけど、3ヶ月ぐらいから始まって、もう6ヶ月ぐらいとか7、8ヶ月、産後7、8ヶ月がやばいですよね、うん。もうほんまにここら辺こうやって見たら、なんか透けて頭皮が見えてるねみたいなぐらいまでなっちゃったりするんですけど、心配しないでください、絶対ハゲることはありません。で、説明しても、いや久子さんハゲる、マジでハゲるってって言うんだけど、ハゲへんから大丈夫なんで、かなり薄くはなりますけど、もともと毛量が多かった人は抜け毛が来てちょうどいいぐらいの量になってちょうどいいですっていう人もいるんですけど、もともと薄かった人なんてほんまにやばい状態になるからね、もうみそぼなあみたいになんねんけど、必ずそれは生理的な変化なのでまた生えてきますから、心配ありませんのでね。だいたい産後ね、9ヶ月10ヶ月ぐらいのママたちの、ね、前髪見てて面白いことになってるね、抜け毛がようやく落ち着いてきてね、いよいよこう生えてくる周期がやってくるんですけどね、このね、この前頭部のここの部分のね、前髪がね、こうツツ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 ツ短いのがツツツツツっていっぱい生えてくるんですよ。で、前髪こう長くこういう風にしてる人とかもうツツツツツがもう格好
悪すぎて、もうおもろみたいな状態になって、とてもかっこ悪い状態にねしばらくなるんですけど、でまあ時間が経って子供が1歳半ぐらいになってくると綺麗に生える、揃ってきて元通りにはなりますけどもね。あの抜けてる時期もかっこ悪いし、で生えてくる時期もだからむっちゃかっこ悪いっていう、そういう時期だからしゃあないっていう風に思ってください。でケアとして何かできませんかっていうのもよくあるんですけど、特に別にないと思います。これも何をしたところで、その産後、妊娠中から産後のそのホルモンの変化のメカニズムによって、あの抜けへん周期があったり、抜け毛の周期がやってきたりっていうことやから、私たちあの自然災害とホルモンには勝てないからね、人間って。ホルモンの状態にいかにして打ち勝とうと思ったって無理でしょ。だからこれはもうそういうもんであるって、もう受け入れるしかないと思うんですよ。ハゲも楽しんどったらええよ、永遠ではないからね、とか言うてて、そのまま第二子妊娠突入したりとかで、なんかもうあの生える時期で、ハゲの時期で、生える時期で、ハゲの時期でみたいな、私みたいに繰り返してたりという人もいますけどね。で私の前髪って、私前髪ずっとこれ短くしてるんですよね。であのこの辺はですね、あの伸ばしてるわけではなくて、これ伸びてるだけなんです、実はね。あの意外とズボラでですね、私あの美容院もう1年以上行ってません、はい、もう行く時間がありません。だからこれ伸びてるんじゃなくて、伸ばしてるんじゃなくて伸びてるだけだったりもするんですけども、あの前髪は私あのセルフカットで切ってるんですね。前髪短い歴はもう15年ぐらいずっと短い状態をキープしてて、伸ばしたことはないんですけど、それはなぜかというと、その産後の抜け毛に対応するために短いんです、私実は。長くしてる時って、その生えてきた時にもうツンツンツンがあまりにもかっこ悪すぎて、みすぼらしすぎて無理なんですよ私。短くしてるとそのツンツンツンが目立てへんねんね、ごまかし効くんですよ。だから私って前髪短いんですよこれ、はい、ちゃんと理由があるんですよ。うちのね、あの年頃の娘さんたちはね、そのパッツンの前髪もいろいろあるらしくてね、厚めにしてパツンってしたらモード系になるんだって。でおしゃれな感じになるんで、クールな感じになるんですよ。で同じパッツンで、あの短い前髪でもラウンド系に切ってあげると可愛らしい感じになるから、同じ短い前髪でもこだわったらいろいろあるねんでママって言われて、へーとか思ってたんですけどねそう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 ね、あのいろんな前髪ありますけどね、もう私はこういう風にしている。抜け毛がすごい気になる人で、ツンツンツンが気になる人は、あの前髪短くしたら若々しく見えたりもするからね、可愛らしく見えたりもするので、あの一時期そういう短い前髪の時期もあってもいいかもしれないなっていうことも思いますけどもね。そんなことで、まあ、できることって言ったら、まあ、できるだけやっぱ頭皮とかその抜け毛のその時期っていうのは、それだけやっぱね頭皮あの負担をかかってるわけやから、あの肌に優しいものでシャンプー使ってほしいなっていうのはありますね。で、まあ、市販されてるやつとかドラッグストアとか行ったら、でっかいボトルで1000円未満で売ってる安いシャンプーとかあるけど、あれほんまにめっちゃ界面活性剤って言ってね、体に良くない成分、石油系の成分いっぱい入ってるんで、ああいうのはやっぱり、ね、できたら産後 その抜け毛の時期は避けた方がいいかもしれないね。そこをまあ私はこだわって、私はあのバブバブで使ってるポメロ、これですけど、ポメロっていうのを使ってるんですよ。これもあの天然の界面活性剤を使ってて、あの頭皮あの、まあ、全身洗えるんですけどね。ちなみにこれポメロクレンジング洗顔ボディーソープシャンプーリンス、これ1本っていう優れもんなんですけど、私お風呂でこれ1本しか使わないんですよ。でメイクもしっかりしてて、マスカラとかもつけてるんですけど、不思議でしょ、不思議なんだけど、ね、これマスカラも綺麗に取れるんですよこのポメロで、はい、しかも肌にめちゃくちゃ優しいです。むちゃくちゃいいものを使ってこだわって、もう2年以上かけて作ったからね、これね、あの久米島で、沖縄県の久米島で作ってるんですけど、ね、はい、こういうものを使って肌に優しいもので、ちょっとでも負担にならないようにっていうことで、これ赤ちゃんも使えるからね、赤ちゃんと自分の体とその産後の激変するホルモンの変化で落ち着く時期まではせめてこのいいものを使おうっていうところを私はこだわってやってます、はい、それをやってる。あとはお風呂上がりにやっぱパサパサになるのね、抜け毛の時期って、それもあるので、ちょっとでもこう潤いをね、やっぱ肌と一緒ですよ、しっかり潤いを与えてあげることで抜け毛をちょっとでもマシにしようっていうことをやってるので、ポメロで洗った後、これ次マシュマロ、はい、これをあのお風呂上がってからシャンプーしたての濡れてる髪の毛にザーッとこうつけて、保湿しっかり水分を入れてあげた状態であのドライヤーしてあげると結構トゥルントゥルンになります。
はい、そういうことは気をつけてるけどね。でもまあもう生理的にある程度は抜けるしさ、ハゲるよでも完全なハゲには絶対ならないので元に戻っていきますから、まあ、できる範囲であの髪の毛頭皮のことも考えてあげて、優しい素性のもので洗ってあげて、しっかり保湿、髪の毛にも保湿をしてあげるっていうことね。子供いたらどうしても日光のとこにも出るし、公園にも連れていかなあかんし、ある程度ママはやっぱダメージ食らうのは仕方がないと思うから、そこにも上手に適応しつつ自分の体のこと、美容のことにも意識を持っていける、そういうままであればいいかなっていうふうに思います。はい、産後の抜け毛は必ず元に戻るから、そのままハゲてしまうことはないからね。そのはもう髪の毛減っててもうええわ、だからもう受精力もないからもういいわって、そこで諦めてしまわないように、その状態を生かしつついかに可愛く見せれるかっていうところを模索していくっていう、そういうあの女子力の高いあのママであってくださいね。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。